本当に来た道を戻るの？他に道があるのか。うん、行くぞ。行くぞ。あ、閉まってる。もう、これじゃ見えないよ。光がある、使え。うお、来た来た来た。またお前か。撃て撃て。おれ。えぐ、殺し方。なければ見つける。あ、ここに刺すのか。あ、あった。違う、これを通すんだ。こんなとこにあったとは。うわ、来た。はい、はい。なんだ、簡単じゃん。普通にあったよ、上に。行くよ、うるさいな。エルフが死んでおる。よし、これで解決じゃ。持ったままで平気なの？それでも戦えるんなら別にいいけど。自分のことに集中しろ。集中しろ。よし、撃て。分かってるよ。撃て。よし、やっと来たぜ。渡ろう渡ろう。やっとだ。ここに降りた時の砂の台座で帰れる。早く出よう。え、違うね、これじゃないね。砂の台座とは。これ開けたもんな。これか。うわっ、なんだこいつ。撃っちゃう撃っちゃう。強いね。撃て撃て。あれ聞いてない、もしかして。あぶね。やれマミオータ。マミオータあぶね。いって、なんだ時間差か。よし、どうやってやんだっけな。ほら届かね。よいしょ。そっ、避けるな。いいぞいいぞ。はい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 。なんてことないこんなやつ。ほら、あ、ひるまないなこいつ。あ、カウンター来る。いって、死ね。撃て撃て撃て。あ、いけるか。なんだこれ。おしま。
さあ、オーカストリーダーグローブラザリーオフリキモンゼヤアウト。嘘だ、そんなこと。なんと言った。僕たちは間違ってるって。狼の霊なんだ。お、いいね。長押しで召喚する。召喚しましょう。はい。悪者じゃなかった。おい、分かってるよ。僕たちには関係ないって言いたいんでしょ。もう黙れ。早く行かない。行こう行こう。これなんだっけ。壊れてんな。アイテムがリスポーンしてんな。行くか。と言いながらこっち見よう。こちらないや。無残だ。行くよ。答えを覚えているか。覚えてるよ。おい、これを読め。おい、何と書いてある。必要な時しか話さないよね。言いたいことがあるのか。だって父上が僕と話すのはルーンを読んでほしい時だけじゃないか。母上なら。お前の母親が生きていたらここには来ていない。アトレウス。もういい。もういいよ、この親父は。可愛げのない。中にいた誰。わかるでしょ。いいよ、いいはしなかった。どうせ探してもいないんでしょ。生意気な口を聞くな。怒りすぎだよ。旅を無事終えるには集中してことに当たらねばならん。大声で嘆くだけが弔いだと思うな。私には私の弔い方がある。ごめんなさい、わからなくて。説明しない親父が悪いわ。いや、当然だ。頭悪いな、してこの親父は。わからなくても無理はない。光では一瞬のように感じた。納得はしないだろうが。そっか、話してくれてありがとう。優しいなこの子。じゃあ闇の息を晴らしに水ガルズ、それとも少し探検していく。金がある。金がある。戦について他に話は。戦のこと詳しいんだね、父上。戦の目的は二つだ。生存か利益だ。戦いでは強い兵士が勝つが、戦では勝利のためにあらゆる犠牲も厭わない者が勝つのだ。あっち、なんか汁がついてる。光る汁。お帰りなさい、お忙しいようで。察したか。私は最後に気を配るたちでして、壮大な旅をしているようにお見受けしますが、ミズガルズのとある神殿を知り合いのドワーフが貯蔵庫として使っていたんですが、そこにはいろんな世界で集めたありとあらゆる宝物があるそうな。いろんな世界。それってどの世界。何集めたの。ファブニールはそれは熱心に魔法の宝物を集めていました。次々新しいのを欲しがって、どんな危険な世界や遺跡であろうとお構いなしです。砥石を求めて危険なニブルヘイムに足を踏み入れたことさえも。ふん、素晴らしい砥石だったんでしょう。それで何が言いたいのだ。それがですね、ちょうどファブニールの貯蔵庫に入るための石を手に入れたんです。何か役に立つものがあるかも。本当にありがとう、シンドリ。お気になさらず。
ああ、それと、もし砥石を見つけたら、その、私のところに持ってきてくれませんか？なるほど。貯蔵庫に行くなら気をつけた方がいいですよ。前に行った時は、ありとあらゆる悪いものが救っていましたからね。友達のもの取ったら怒らないの？ああ、いえ、心配ご無用。彼はおそらく死んでる。ごめん。いいえ、お気になさらず。人様のとても貴重な宝物を集めて世界中を旅していればよくあることです。アップグレードしようかな、これ。あ、でもいらないわ、こっち。はい、どうされますか？できないな、対して。よし、あげよう。対してできない。他にも言うべきことがあったような。地下、こっちだわ。父上、秘密にしてたけど、頭で聞こえた声、あれ初めてじゃないんだ。ブロックにあった時も、木の陰に何かいる、怖いよって声が聞こえたんだ。獣の声か。あの頃気持ちが分かったんだ、何を怖がってるのか。うん、また聞こえたら教えろ。いいな。分かった。戻ってきたぞ。この魔法使いのお姉さんに会いたいな。どうする？光はある。水ガルズ。水ガルズどれ？世界の中心、三角で戻ることができる。水ガールズ行こう。同じ空間に全ての世界が重なってるなんて、ほんと信じられない。ここから動かなくても移動できるんだもん。すごい。前戻る。これか。間違えた。鍛冶屋がいるな。ブロック、別の世界に行ってきた。シンドリに会ったよ。あれ、先に会ったっけ。あの濡れネズミに斧をいじらせたってのか。ん、あいつもすっかり焼きが回っちまってよ。だからあいつと別れたんだ。道連れにされてたまるか。あいつまたヘマをしたのか。その逆だ。まあどんなにヘボ食ったって数打ち当たるってことだな、うん、だが本当に大事なもんは安定の質よ。おいおい、俺の辞書にまぐれなんて言葉はねえぜ。何をした？よくしたんだよ、今ので。よし、頼みがあんだ。ポケットすんねえ。なんだとは。錬金術師のアンドバリってのがベルンド鉱山にいるんだが、ベルンド鉱山、音沙汰がないままでよ。多分もう100年くらいになるか。もうくたばってるかもしれねえが、確かめてえんだ。やつは俺と同じドワーフで緑の指輪をつけてる。やつには貸しがあるんだ。いいだろ、暇があればな。ああ、なるほど、わかったぜ。ただ働きってわけにはいかねえよな。わったよ、アンドバリを見つけてくれたら何か作ってやる。この石を持って行きゃ鉱山の中に入れるはずだ。仕込んでる物を仕上げるには奴が必要なんだ。
弾を使えばすぐ見つかるんだろう。闇の域への戻り方を覚えてるか。もちろん、バナヘイムの塔から行けるはずだよ。闇の域への名前覚えてない。探検か、どっちにする。待って、どっちにしよう。ブロックはこっちなんだ。また違う、あれか。魂ブロック、こっちがほら、あれさっき通ったトール像だよ。魔女の洞窟の跡。それはどの方向だ。どこだ。今はまだ朝で、太陽があっちにあるということは南だよ。おお、早っ。技術は上がっている。前も来たな。こう、これはまだ読めないよ。ねえ見て、魔女の魔法がアザキリの柱をまだ覆ってる。楽に行けるね。行ける行ける。おっと、あ、読めるようになってる、これ。あれ、石を組んだな、ここにも。どっから持ってくんだろう。あ、これか。あったあった、謎が解けていく。ふい、撃ってもらうのか。おーし、来た。おい、これを。おい、これを。そういうことなんだ。よし、ナイス。でいいのかな。貯蔵庫では油断は禁物ですからね。大事なお客さんなんですから。やるしかないね。あれ、こういう動物出てくるんだっけ。気をつけて。おら、弱いぜ弱いぜ。思い切ったか。やわら。これ使うのかな。ダメだ。でもダメだと言った。分かった。怖いな。なんかサイドミッションから離れてる。あ、まだ先なのか。全然詳しいのはお前だ。ありがとう。気をつけろ。気の緩みは歩みを遅らせる。はい。
まだ闇の息がある。どうするの？魔女の言ったことを試す。え？どう？このまま行けんのか？やったね。あ、行ける。本当だったんだ。来い、息を消すぞ。父さんにくっついておいで。ずっとこうやっていくの？それでも前が見えないな。長くないかこのシーン。最初からやりなこれ。曲がってるよ。なら登る。るけどあれが気になんだよな。あれ向こうに飛びたいんだけどな。そうだ。巨人はいなくなる前、ミズガルズの山に来てたって母上が言ってた。消えた。そう、ある日突然消えたって。理由も分かってない。故郷へ戻ったのかもしれん。ヨトゥンヘイムに？かもね。山の顔は特別な巨人に捧げたものなのかな。あ、これ顔の口の部分か、これ。入り口だ、着いたよ。闇の息。え、またこれ？ファッてやってよ、ファッて。あの写真、神殿にあったムトゥンヘイムの扉と同じ。巨人がいたんだ。あれって鹿？鹿の頭を持つ巨人なんていないよね。誰なんだろう。かっこいいな。とりあえず。床を見ろ。意味が通じないよ。何か足りない。光ってる。別の光の結晶がないかな。これは何と。繋がれた獣と怯える奴隷。根を張り敷きも我を知らぬ。ふん。なんだろうあれ。これはちょっと動かしてみる。ダメか。はあはあ、左から取ってこなきゃいけないんだろうな、この石を。これを取る？もしかして。あれ、光んない？ああ、光るね。まあ、行ってみよう、これ。おお、早っ。ちょっと待って、これ使わないか。ありがとう。簡単だね。なんだこれ。それじゃ無理だよ。それ、樹液？洞窟ね。変なの。どうすればいいんだよこれ。他にないのか道は。あ、あんなところにあった。ファ。全然ダメじゃん。こういうことか。巨人にとって大事な場所なんだね。試されてるんだ。いけるね、多分。うん、合ってるみたい。
来た。違うね。え？違う？どういうこと違うって。それが答えか。自由。ああ、なるほど。やってみろ。はい、触れるさ。どうなってるの？確かに巨人どもに試されているのか。どうすんのこれ、割るのかな。結晶が置かれてるね。灯してみる。やった！これでいい？え？あ、あったな。え、これだけ？あ、降りんのか。降りてから上がるのかな。通路は巨人には小さすぎるな。なぜ笑う？ごめん、冗談かと思った。ふざけたことなどない。そうだった。地球へは歴史に興味がない。うるさい親父だぜ。地球はただの種族さ、エルフみたいな。大きいとは限らない。ヨルムンガンドは？あの場合は大きいってことにもなるけど、ね、でも彼しかいないし。こいつ嫌いだよ、飛んでるやつ。撃ってほしい、これ。よし、ナイス、ありがとう。どこ行った？行って。よし、ありがとう。あ、来たな、これ。どうした？どこにどうすればいいんだこれ。え？どうするの？わかんない。今考えてる。何だったんだろう今の。わお、ドゥームみたい。ふい。よっしゃ。おお、強そう。ありがとう。これでおしまいっと。おしまいっと。こっちにも行けんな。宝箱あるんだろうな。よっしゃ。あ、行くのこっちだな。だけどここに、あれ、行けない。こっちか。あるね、ここに。どうしてわかったの？見ればわかるでしょ。ここから繋がってんのか。もう1回ぐらい回してる。模様がまだわからないからな。あ、来た来た来た。え、あれ、模様が出てこないぞ。これじゃわからないじゃないか。あそこにもあるな。またドラム。うわー、また石。当たんないぞ。あれ？回んないぞ。どういうこと？なんだ？
すればいいのだ。あれ回んなくなってる。あったわ。どうしようか。どれが正解かわからん。あ、え？引っ掛かった。違う。え？なんだ、ちょろっと光るんだけどな。上に帰ったんじゃん。あれ何？ BNR でしょ。 BNR R で、これだ。で、遠いやつはどこだっけ。アトレウス、ついてこい。あそこにもあるな。気を取られた。なにこれ。なんだったのこれ。 EN。 あれ、これでいいんじゃないの。これ N でしょ。N が被ってる。ここなんだった。 B だよな。あ、違う。あそこが違うんだな。あそこどうやって回すんだろう。届かないんだよな。また、よし。もう来た。開け。よし、来た。行き先は。臭そう。超臭そう。こいつらがわかるか。うん、人間みたい。巨人じゃない。そう、盗っ人どもだ。罠で死んだ。そっか、だから僕たちが通れるのか。死者にも油断はするな。来たんだ。読め。分かった。読め。この鹿、デュラスロールだ。世界中にいる4頭のうちの1頭だ。巨人が眠る間、ヨトゥンヘイムの門を守ってる。まだいるかな。分からんな。こいつが動き出すわけないか。ヌストやん。あんたもヌストやん。これなんかなかった？ほら。やった！戻ろ。戻ろ戻ろ。あれ戻れない。マジか。すぐ戻れるっぽいな、でも。またこれか。ピストルが必要。敵が来るぞ。何喜んでんだよ。
山頂が目指す場所、道を探す。上行くのか。世界で一番高い山、無人の山だったって知ってたのかな。いいや、遺言を伝えた時、ここまで複雑さとは知らなかったはず。上行けんのかな。一回戻りたいっす。おい、これを。この言葉、見覚えがある。あんた、大した情報ねえな。じゃあ、登っていくか。名前だと思う。ハラーズリール、恐怖って意味。あれは何だろう。動物の皮に繋がってる糸にロウソクが絡まってる。その尻かな。でも芯がない。そんなものは無用だ。リフレストの光がある。サリがある。発見。よく気づいたぜ。やめろ。そんな、ただちょっと。はい。拒否が早い。やめろ。うわ、なんか謎解きっぽいな。そんなことないかな。なんだろうこれ。ここはどこ。行動だ。この爪が山頂まで達していれば終わりは近い。わかった。よし、どうやって使うの。ちょっとここで一旦休憩。続きは次回お願いします。この上で何か動かせそうだよ。